人の幸せっていいじゃなですかどうも皆さんこんばんはウエストランド井口です河本ですはい1週間ぶりでございますじゃあまあ1週間ぶりと言いましてもつい先日ですねクラウドファンディング関連で生配信をねやらせていただきましてクラウドファンディングをやってくださってるキャンプファイヤーさんから生配信したんですけどおしゃれおつなビルでねおしゃれでしたね渋谷のおしゃれなビルから光カの横ですからね本当にもう一番おしゃれなとこです光ヒですよね 言ったらねもう一番おしゃれ本当に一番おしゃれで一番濃いだろうなおしゃれが <laughs> どういうこと別にその濃さで表すものか分かんないですけどリの辺一番濃いだろう濃いってなんだよあれか原宿もあるもんないやそんなん言い出したらもっといろいろあるよ <laughs>、うん、おそらくねただおしゃれなところから、えーうん、素敵なオフィスといいますかねまあ、うん、会議室もたくさんあっておしゃれなとこから生配信させていただきまして、うん、久しぶりでしたからね生配信自体が そうなりますねねあのブチラジは、ね、昔は生配信ずっとしてて、うんうん、で今はもうこう、まあ、前日にとって次の日出すという形なんですけどまあそのね仕事の関係でこう空きがないようにというかねいやでもするためにこういいやいや収録に移行していったわけじゃないですかあああ休まないようにねそれはあるんですけどいう、ね、全そう,いうかその生配信の時に発覚しましたけど、うん、違う理由があるというか。うん、あの <laughs> なぜ生配信できないか、新たな理由が発覚したんで,すよできないというか、まあ、し、しないようにしたわけじゃない。違いますよ。できないんですよ。あの、なんでか知ってます。<何>あの。<laughs> そんなことあるのかと思いますけど、こんなに配信やってて、ええ、あの、生配信できない理由は、ええ、ここのぶちだじを取ってるこの屋敷に。ええ、あの、ネットが繋がってないからなんですよ。<laughs> <laughs> 陸の要塞みたいな。<laughs> だから、もう、生配信しようがないです。ここに来てからね。あ、そうなんです。ここから知らず知らずの間に。 あの追い出されてここに来てるわけですから、うん、であの水も止められましたからトイレも使えなくなって、ね、トイレも使えない <laughs>、うんえー、で前回ね生配信したのは渋谷のキャンプファイヤーさんはもう真っ白な壁でねおしゃれなホワイトボードホワイトボードっていうか普通の壁にもう、ね、るようになんんかねうん、板みたいななってる中 ここはもうすごいな相変わらず一回書いたら何にも消えんけどもぞ <laughs> <laughs> うしこっちにはねあのー、ぐにゃぐにゃの姿見があったりする、うん、これに書いたらペンが使えんようになる今度 <laughs> はねであのー、もう灼熱でしょ灼熱まずまあこのね今夏だからこれじゃあ暑いんですけど、うん およそこの何ですかね建物に入った気温とは思えないぐらいここに屋敷に入った瞬間は灼熱なんですよ、湿, <度 S 1> 湿度がもう高いしなそそうそう湿度が高いせいで外より暑いんで<う>んまあ当然、この部屋に入ってきた瞬間に一応エアコンはあるんでそうねあのつけるんですけど <うん S 1> まあそのみんなここに入ってきた人がやる動きはエアコンの前に行ってあのちゃんと出てるか手をこう災して確かめるっていうね一向に涼しくならない。<laughs> フルパワーにしてやっと一般家庭の28度ぐらい <laughs> になるぐらいですからね、もうまあまあ、えー、ここに慣れてるといえば慣れてしまってるんですけど、もうねあの、言いましたけど、大好きですよ。まあ、ね、こっちのほうがね、えー、渋谷に行ったら渋谷に行ったら緊張しましたからね、まあクラウドファンディングのこと、そこでもお話しさせていただきましたけどね、うんえー、皆さん、本当にあり,ありがとうございました、本当に見てくださって、えー、そこでも言いましたけどね、われわれが設定した最高目標金額にはすでに達成しておりますので。はい DVD、えー、は非売品ですので、うんえー、支援してくださった方のみになるので申し訳ないですか、ねえー、これから支援を考えていてですね DVD、うん、が欲しいぞという方以外の方、うん、要は多めに支援しようかな高いコースにしようかなと思っている方はですね我々の地元である岡山県含め、うんえー、西日本が今ねそそ、えー、そうそうそう豪雨で大変なことになっておりますんで、うん、未曾有の大災害でそちらの方に厳、えー、金として回していただくのが。あ 一番賢い判断ですからね、われわれの地元でもありますから、僕らとしてもありがたいし、助かりますんでね、心配ですからね、そうそう、ちょっとそちらの方もね、皆さん、よろしくお願いします、まあ本当にね、あっちの方も大変だと思います、暑いですからね、ここにきてね、暑い、梅雨も明けてね、われわれも暑いけど、西日本の人も大変でしょうからね、もっと暑いよ、いや、し、まあそうだろうな、岡山暑いも岡山暑いですからね、しかも、いや、そうなんだよな。 津山に住んでる頃なんて本当にね暑かったわれわれ津山市っていう北の方でね岡山県の北の方なんですけど盆地、うん、<ん>でね盆地なんでね、うん、夏暑いし冬寒いしそうそうそうまあ津山市自体は今回の、えー、豪雨ではまあでも当然浸水とかにはなってるみたいなんです,、ね、はみたいですけどねは一応さすがに親にも連絡して、うん、めったに親にも連絡しないですけどまあねあねの大丈夫かもう本当に自分から連絡することほぼないですけどうん どうなのみたいな連絡したら「うん、なんかその田んぼは、うん、田んぼは海で坂は川になってるよ」みたいな来<ー>てその後すぐその孫の写真が送られてきて「お<ー>なんか、どうあんたに似とるじゃろ2歳の時のあんたに似とるじゃろ」みたいな来て<ー>全然似てるふうにも見えないしあれでも「おじ酔いは似る」ってよう言うんでまあそう言いますけど俺もおじさんおるけどむちゃくちゃに似とるもん いやどういう話でまあそれはよく言うよ、えーはい、引き続き、まあ、クラウドファンディングやっておりますが、はいえー、そちらの方も考えて頂ければと思います,そ,うです、ね、そして何よりですね、はいえー、来られるという方はぜひ単独ライブの方に、えー、直接見に来ていただきたいんでそれが一番それが一番の我々の最初の目標といいますか、はい、それが最もです一番達成しなきゃいけないことなんでね、はい、そうですね、えー、まあ新宿のシアターサンモールで4月21日22日にありましてですね、うん、あのー、なんとか もうちょっとねああのー、まいろいろ皆さん「タイタン」もね、うん、芸人も連続でやったりもしますしいろいろあると思いますがもうちょっとね、えー、まあブチラジを聴いてくださってる方がいやブチラジを聴いてくださってる方が1万人ぐらい <laughs> ああ<ー><今>ありがたいです、ね、いるらしいので、ええ、その100分の1ずつ,、えー、つ,つ 1> 来てくださるとなんとかなるというぐらいの感じでございますんであ,あ,あのもし。 今だにまあ大丈夫でしょう埋まってるんでしょうと思ってる方がいましたら違いますのであのぜひ来てくださいね夏休みの東京観光のついででもいいですしねそうですぜひ来ていただければと思いますんでお待ちしております席の余裕はたっぷりありますからねそうですねなのでぜひ劇場が大きいですからそうですねただ生で見るのはまた違いますからぜひ来ておしくださいですねいっぱい声出しますのでお待ちしておりますそしてですねはい皆さんにはい。 もう一つご報告といいますか、うん、あのー、ラジオですね、うん、蛍光灯うるせな <laughs> 蛍光灯の音もちょっとあるんでね、うん、これが屋敷ですよもうここいいかほんとにその <laughs> なんかこっちがいいって言ったけどよくないだろ戻っ,戻ってきたら戻ってきたで腹立ってきたらなんか <laughs> エアコン効かんし蛍光灯うるせえし暑いしなもう普通に今<い>ガンガンにエアコンしてるのに、ね、52パーだって湿度風呂かここは そういえば、去年も夏場、汗だくになりながら配信してましたもんね、ちょっとお見苦しい姿をお見せしてますが、えラジオをですね、われわれがやらせていただくことになりまして、単発なんですけど、本物の、本物のラジオ、これはラジオ風のただのコンテンツですから、ラジオをやらせていただくことになったのですが、なんとですね、大阪の ABC ラジオでですね、7月29日日曜日、22時半から23時まで。 えー、ウエストランドの「ラジオランド」という番組をですね1回なんですけどやらせていただくことになりました、はい、やったこれは本当に嬉しいですよえーえー、大阪でですね申し訳ないなあんだけ悪口言ったのに悪口なんか言ってないよ言ったよいっぱいいや ABC にはもう我々一番お世話になってるお世話になってますよもちろん <laughs> もう一番大好きですからね ABC が一番大好き俺は一番大好きあの東京の どのテレビよりも好きなんで一回は敵を作ろうとするんだよ必ずそのいやいやいらねえよいらねえよその全曲褒めりゃいいんだよっていうか褒める時にもうお前色おなじみですけど誰かを腐さなきゃ褒められないんでいや ABC ね我々ねあのいつも言っておりますが ABC のお笑いグランプリでもうお世話になっておりますあれが一番楽しいんじゃない そうそうそうな行バスが一番楽しいからね夜行バスは ABC グランプリに行く夜行バスが一番楽しいですから一番楽しい朝6時に着いて。<laughs> そそうそうあ本番が3時4時じゃけんなゼロ泊3日の旅ねそうそう最高や ABC グランプリのゼロ泊3日の旅が一番楽しい ABC の周りなもう全然うまい店やねえけんなあるよ最高じゃないいやあるよ逆に最高だろあるしあのー、コンビニのありがたみ分かるもんないやいやそのあるしおいしいお店たくさんあるしあとまだ別にこれ取ってはないんであのなくなるぞこんなことっ <laughs> えー 7月29日の日曜日22時半から23時ですね我々のラジオやらせていただけることになりましたのでぜひ皆さん聞いていただきたいんですけどと言いますのもですね7月15日16日にですねもう間もなくですけどもまあ僕のツイッターとかで知ってる方もいると思いますけど我々が普段お世話になってるライブ主催団体の K プロさんがですね名古屋と大阪でライブをやるという試みを行いまして我々もそこに呼んでいただきまして。 15日に名古屋で3公演ありまして翌日16日に大阪で3公演あるのでその間にですねこのラジオの我々収録をさせていただくということになっておりましてその放送が7月29日になってますんで当然近づいてきたら告知もしますけどこれ大阪でやること本当にありがたいですしまあこの枠が単発でいろんな人がラジオをやってるらしいんですよ。いわゆる ここっちで言うところのオールナイトニッポン R みたいな感じでねわれわれもやらせてもらいましたけどただその ABC ラジオのこの枠で東京のえ若手芸人がやることは初めてらしいんでえこれは名誉なことですからねすごいね嬉しいですよなぜわれわれにいやそりゃ ABC といえばウエストランドっていうことに気づいてくださった方がいるんで b i n g o o がいるんでしょうねまあ本当にありがたいんでそれやらせていただくんですけど本当にありがたいその収録 すすする日日日がまああなんででけどそののにね『爆笑問題カウボーイ』を聞いてくださってる方にはおなじみの三沢さん ABC ラジオやられてる三沢さんのラジオにも我々ちょっと出させていただくとうわも決まったんすかえそちらも決まっておりますんでマジでこれが本当ちょっとどうなるか緊張するなそっち普通にマジで太田さんがいつも今ラジオいろいろ聞いててねそそうう地方のねラジオをいろいろ。 聞いててう、ね、もう爆笑問題カーボーイ聞いてる方はおなじみの名前というか、うん、いつも言ってるんですけど、うん、まああのね相関図的には説明はもうめちゃくちゃ難しいんですけどまあねまあもうカーボーイ聞いてもらうしかないですから、ね、戦国時代みたいになってる中の一人の方で、うん、太田さんが引っかきました一 <laughs> 人の方なんですけどね、うん、その宮沢さんのラジオドッキリはっきり宮沢浩司ですわーすげえに出させていただけることになりましてすごい、ね で、宮澤さんも「タイタン」シネマライブを見てくださってるので我々のことも知ってくださっててということなんで、はいえー、本当にこれはあ,、えー、ありがたいことが続いていますんで、えー、シネマライブやってた、ね、ことが意味もありますし、うん、ちょっとどういうお話になるかわかんないですけどそ,す、ね、そちらはだから16日に生放送ということになりますんで。あ、もうじゃあ撮って 撮,る前か撮った後か分からんけどそうですねそっちに出させていただいてわれわれの番組も撮るということになってますんで、えー、まあツイッター等々でも、えー、詳細告知できますんでちょっと、えー、関西方面の方とかまあ、うん、エリアフリーで聞けますからねもう関係ないですよ、ね、そうですね全国の方ぜひそちらもチェックしてみてください、うん、よろしくお願いします、えー、それではそろそろ行きましょうウエストランドの「ブチラジー」今日の「ブチラジ,ーチラジー」まずはこのコーナーからです教えてウエストランド えー、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーですいきましょうチラジネームアンチ、うん、井口さん河本さんスタッフの皆さんこんにちははいこんにちは居酒屋バイトマスターの井口さんにお聞きしたいのですが <laughs> あまあずっとやってましたからねお店に予約の電話を入れる時間帯はいつが一番いいのでしょうかおおマジの質問だなマジのやつや <laughs> これマジのやつだ大事だぞ開店より少し前の時間帯閉店間際などいろいろ考えるんですがどうもよく分かりません是非、うん、井口さんの見解を教えてください これ聞きたいわマジでこれは確かに大事ですねあのまあ皆さんも分かっているとは思いますが、うん、一番ダメなのは当然ピーク時なわけですからねだからまあ7時8時9時まあ7時8時9時ぐらいが当然ダメなわけですから、うん、まあ僕の個人的な感じで言うと僕もその電話番といいますか全部やってましたんで、うんうん、な,なんか仕込みしながら受けるわけでしょ要は5時オープンーまあ大体5時オープンだとして、まあまあ、そうですねただね本当にね あの、ピーク時にかけてくる人も全然いますからねそれはだってかけたことありますもん僕だってそれは本当にまあでもしょうがないよだってもうこれから行けるかなと思ってまあまあそれはね足運ぶのも嫌ですし、ね、ただその電話ならいいですけど、うん、あの、1週間後の何日にそれはダメで、えー、8名でみたいな予約をあの、9時ぐらいにかけてくる人もいるわけですからこれはだから開店前ですね僕が、の中ではやっぱり、うん、一番えうのは、うんえー、大体2時間前から仕込みとかでは入ってますんでうん そのまあ3時から5時ねうん3時から5時まあその店の営業時間によるけど大体5時でしょでも大体5時オープンなんでまあ4時半ぐらいかなあのちょっと早すぎてもいろいろこっちもバタバタしてるしとかあるんでだ4時半から5時前ぐらいにかけてに4時半から5時前そうですよ20分間ぐらいしかないから20分いいでしょそのそんなの別に大丈夫だろいやちょっと相手もちょっとええが 相相相手手手もも店い,いやだからそのね繁忙期とかにも本当によるけど、うん、相手から何人かお客さん来るじゃないですかまあ、ね、そん時ってシフト薄いんだよまだあそ,うかそこ考えないとそ,うかそれがアマチュアの考え方なんだよプロとは全然違う <laughs> シフトまで考えて電話してるかって話なんだよ いやしてないよそんなシフト考えろよその時のお客さんの人数によってシフト組んでるわけですから当然ねそうなでこの時間お客さん23組だから別に回せるだろうと思ってもまずホールに1人ぐらいしかいないからね電話対応したらもう終わり<ー>で、一応電話かけた時はもちろん「あの、お忙しいとこすいません」とか「大丈夫でしょうか」ぐらいの感じを僕は絶対言うけどね「お忙しいとこすいません」みたいないやそれは申し訳ない感じは出すよもちろんそれでとにかく簡潔に言うとぐ、うん、だぐだ言わずね、うん 何名で何日にこのコースでお願いします、うん、え何々を見ましたとかね全部ちゃんと何々を見ましたいやホットペッパーとかねあ<ー>、えー、食べログのあれでそんな事前に言わ,ねけんの言わなきゃいけないやつもありますよそりゃへ<ー>そういうことによっていろいろ変わってきたりもしますからちゃんとこれ調べてシフトまで考えて電話しましょうそんなやつほらほんまにそうじゃけどなほんまにそう思うけどないやだから僕が俺の持論で言ったのは結局そういう結局そのみんなに謝ってほしいわ今思ったお前含め なんでいや、居酒屋のやつ結構言ってたでしょ、あんなの僕の漫談みたいなもんで言ってましたけど、うん、めちゃくちゃみんな、今考えたら手のひら返しもいいとこだよ。みんな結構バカにして、うん、やりすぎだよみたいな言ってたくせに、うん、めちゃくちゃ共感されたんだから。あれ、なんだったんだ今考えたら。ひどいよ。今が、そうだ、気づいた。だ <laughs> から今まで気づかず過ごしてきたけど、で、お前なんか一番そうですそのなんか、<laughs> あの僕のボケみたいな感じで扱ってきたけど、違ったじゃん。だから今も シフトなって考えるかって言ったけどこれを見てる飲食店の人はそうそうそうってででも共感しとるのは飲食店のいじゃなよ働いとる人じゃん YouTube の違法でやってる YouTube のコメント全部読めやじゃん。いや飲食店じゃない人も確かにそうかっていう人はいますからねいやいや分かるよ言っとることは分かるすごい分かるそうそうんとなくは気に留めておいてほしいこれだけ今日はじゃあ覚えよう回転直後はシフトが薄めこれだけ覚えとこうこれはこれは期間と分からないそうそうそう肝に銘じておきましょうねうん いい質問これはいいやつでしたねうちらジネームこんにゃくチップスちゃんダメそうだな次はもう <laughs> 井口さん河本さんスタッフの皆さんこんにちははいこんにちは 1>, 1年ほど前友人の結婚式の二次会に参加した時の話です、うん、軽い合コンのようなノリになり<ー>せーのでいいんと思う人を指さすことになったのですが、うん、なんと女性陣の中で私だけが誰からも指をさされていなかったのですそんなんあるだろう 自分では気づいていましたが、うん、ちょっとちょっとと言えるような関係性でもないしどういうリアクションを取ればよかったのか1年間考え続けています、うん、私はあの時どうしたらよかったのでしょうか <laughs> ウエストランドのお二人はそんな時どうしますかといやそんな時しかないからね <laughs> 別にその何にも思わないそんなの <laughs> 何にも思わないというかそんなことやんないよっていうだけでだ <laughs> そんなことやんなよと思いました僕も二次会でねだから僕未然に防ぐしかないよもう <laughs> 僕がやるのは。 そのー好きな人刺そうぜみたいな「いやそんなことする必要ないよ」っていう、うん、二次会だぞ結婚式のとかなんかいい理由をつけてまあ別合コンでも何でもそんなことしちゃダメ <laughs> じゃあ目伏せよういやいや目伏せたって別の意味ないだろ別に誰か一人見ようっていやだからそんなこともしちゃダメだよ結局誰からも刺されてないのなんか分かるんだから目伏せようが開けた方が誰からも刺されてないのなんか分かるからね <laughs> だって刺されないんだから絶対にいやそれは分からんがいやいや淡い期待は持ちたい いいやいやそれは全然違うしこいつともちょっとそのこいつもだからちょっとまだイけてる感じで過ごしてるな全然違うわその本当のこと全然分かってないって多分その自分のこと分かってない自分のことじゃなくてモテてない人の気持ちなんか何にも分かってない,いやこんなの別にもうあの何度も言うけど既読スルーみたいなのあるでしょそのショックを受けさないために既読つけないみたいな人いるでしょ あんなの何でもないというかつけろよどうせ無視するんだからっていう考えなんだよ、うん、E メールの時代に帰ってこないことあるでしょ、うん、好きな子から、うん、あ読んでないのかななんて思ってないから読んで上で帰ってこないんだろうなって思ってるだけだから別に既読がつこうがつかまえが何にも思わないんだよそんなの、うん、既読とかで一喜一憂するやつはちょっとまだ分かってないモテないやつのこの真の真髄を分かってないんだよ、うん、こんなのもうだから <laughs> <laughs> いやいや本当になんかちょっとこれはまだいけてるなこの人は あ、いけてる全然いけてる部類だなもっと僕らのとこまで来てほしい <laughs> そういうとこまで<ー>降りてきてほしい僕の世界降りんとダメいや井口ともしげワールドみたいなとこまで <laughs> 来てほしいモグライダーともしげさんとかねそ,のそういうとこまで来てほしい灰色の世界灰色の世界に来てほしいこれはちょっとまだダメですねダ<メ>甘い、うん、ああまだ夢見とるなそう未然に防ぐよ力ずくでも、うんうん、であともう刺されなかったら普通にブチ切れる <laughs> ブチ切れて帰る。やべえやつや。ざけんなよ。祝いの席。でそうか。ブチ。そうかっていう、納得はしてくれた。いや、そう、それとは思ってなかった。んだねブチラジネーム、久々にバルさんを炊いたら、二年ぶりに爺さんが出てきた。いいよ、これで送ってくんな。井口さん、ふとしさん、そして井口さんちのヌートリア君、こんばんは。あの、全然違う話していい、その段階で。これ、ヌートリア。ヌートリアで思い出したじゃないけど。 いや、このの、あ爆笑問題さんの特番でアイス総選挙ああありましたよあれやっぱ楽しいみんなアイス好きだしめちゃめちゃ面白かっためちゃくちゃ面白かったじゃないですかあの、こんなこと言ったらいけんけどもう爆笑さん関係なしわかるわかるであの、みんなアイスはね好きだからあるしツイッターとか見ててももう大盛り上がりやっぱりみんなアイスこれが1位かなとかあれ入ってないんだとかこれが何位だとかもうみんなあれめちゃくちゃ面白かったじゃないですかめちゃくちゃ面白かったでねその直後に楽屋で 話僕ら2人と 2>、うん、あと僕らのマネージャーさんと話してて「うんうん、いやいろんなアイス俺らの中で何が1位かな?」みたいな話になってあ後日ね後日<ー>で僕はやっぱでもあれはやっぱ子供の時しかなかったけど「美味しかったなソーダコング」って言って「あ<ー>お前もあソーダコング美味しかったな」みたいになって<ー>でそのマネージャーさんにね「ーソーダコング美味しかったっすよね」って「あっ味しかったよな」って言ってあ<ー>まあ僕ら岡山でそのマネージャーさん僕ら1個上 えー、36の年、うん、で、えー、愛知県の人、うん、で盛り上がってたし CM をバンバン見てたから当然みんなソーダコング知ってるもんだと思って,思って、ね、そこにいる他の人に「うん、ソーダコング美味しいですよね」って言ったら「何ですか?」ってなって「うん、いやいやソーダコングですよあの」うん ソーダコングですって言って「いやあのゴリラのやつの」みたいな「えみたいになって「えと思ってで、携帯で調べてもこのご時世に全然出てこないんです全然出てこないあの、パッケージぐらいがギリあるぐらいで YouTube でも CM 懐かしい CM にもないしあれ何だったんだろうと思ってやっぱでまあそういうねで聞いたらね年も全然近い同世代でも知らなかった でまず多分関東にはないことが判明したんでまあ愛知と岡山にはあったけどだから相当限られてるもんだったんだなと思って、うん、一応ツイッターで「ソーダコング知ってますか?」ってつぶやいたらマジでガン無視だったからねその <laughs> なんか <laughs> あそうあんなに僕の一応1万4000人フォロー相手無視されることあるかなっていうぐらい今までのツイッターで一番無視されたんじゃないだからそれぐらい馴染みなかった あれ名作じゃで、ね、あれ美味しいのに知りたいもったいねえよなめちゃくちゃにうまかったんだあのソーダのカチカチのなんかボコボコのソーダボコボコのソーダあの中にソーダバーのシュッとしたやつじゃな,くてないボコボコのソーダねなんかねゴリッとしたなんかゴリッとしたソーダカチ割りのソーダみたいな中に確かバニラみたいな感じで、うん、なんかとろっとしたチョコみたいなのが入ってる感じです、ね、チョコとソーダっていうのが当時斬新でむちゃくちゃ合うんだよあれむちゃくちゃ美味しかったのなむちゃくちゃうまいだよ あ,れあのー、アイム天満屋とか、うん、サンバレーとかサン,ーサンバレーとかでめっちゃ食べる、うん、アイム天満屋とかサンバ赤野にもあったかな赤野にはないだろ <laughs> いやそのボケも誰もわかんない <laughs> <laughs> 赤のがボロくて品揃え悪いっていうボケー誰も通じないんでよあそこジャンプだけでもいや,いやかるけどジャンプが木曜日に入るっていういや分かるけど行為雇っ,ったところよ分かるけどそのボケーとしては通用しないんでその掛け合いはこれ全国じゃねえか全国じゃないって頼む村か頼むならいやでもこれはそうそうすいませんちょっとじゃあソーダコング知ってるっていう人はコメントしてほしいああ聞きたいうん。 あれが一番甘い,い絶対どこで売られとったかそ,うそうこの範囲で売られとったかね,ね、うん、何でしたっけそれで <laughs> <laughs> 関係ないかええワールドカップ真っ只中ですが、うん、先日社会人サッカーをやっている私の友人が、うん、サッカーの試合中に大腿骨を骨折すると悲惨な目に遭いました、うん、るよ大腿骨は太ももの部分の骨で治療に一番時間がかかるとのこと、うん 本人曰く、ワールドカップに魅せられて調子に乗っていたらしいのですが、井口さんもサッカー少年時代、怪我等に悩まされたことはありますかあ、うん、それから単独のチケット手に入れましたの、ね、で楽しみにしています。ありがとうございます。すいや、あのサッカー部自体は怪我ほとんどなかったな。 喉に野球部のライナーが直撃してるあ,あったあった喉にいる野球部のライナーサッカー関係ないんだよそのその <laughs> 国尾君の世界だからそうなったらもう <laughs> 野球部がもう顧問がおらんけみんなティーバッティングしかせんじゃいや、ね、ティーバッティングの感じの並びでフリーバッティングしてんだよ <laughs> だからライナーがサッカーブの方に向かって、ね、サッカーブに直撃するっていうねそれはありましたけどスグラウンド。そうそうサッカーやってる時はそんな <laughs> ダンジョンじゃんダンジョンそこを縦横無事に陸上部が走り回ってますからね <laughs> <laughs> あれは本当に男女重大事故つながるよ、ね、それからちゃんと時間制になりましたけどね、<ー>重大事故につながったんで、のどと直撃してんだから、<laughs> それぐらいかな、かあったのは。<laughs> うんうん、だからこれ、大人になってから一番気をつけなきゃいけないから、あのね、社会人でサッカーやったりしてね。 これ気をつけようだから僕も今みんなそうサッカー熱上がってきてこのタイタンの人でフットサルやろうっていう感じになってるんですけど、うん、本当にちょっと怖いは怖いんだよ、うん、気をつけないと、ね、怪我ねもう当時のイメージで動くと全く動けないですからねだって仕事に穴開けるわけだけどなそうそれは気をつけましょう本当に、ね、リアルにみんな、うん、そんぐらいしておきましょうかはい、えー、以上「教えてウエストランド」でした続いては本の挨拶突っ込み、えー、皆さんから送ってもらった河本じる挨拶文に的確に突っ込んでいく能力開発系コーナーです じゃポンポンいきましょうか前回の宿題からはいじゃあ前回の宿題いきますよはいブチラジネーム「ロックマン4新たなる野望」いきますよはい井口さん河本さん井口さんこんばんは僕ももう一回言えいやそうまあまあ一応理想のツッコミは井口で僕をサンドイッチすなっていうですけどあいいですねああ気に入ったすっきりしていいですねいやまあまあ超えてきてくれもうちょっとじゃあこれどんどんいきますからねラジネームドロップアウト 井口さん、アンドレス・フトニッタさん、こんばんは誰なそれマジでマジで誰いや、正解はそれイニエスタじゃ俺がビッセル神戸に入っても何もできんがごめんな <laughs> ドロップアウトに謝っといてごめんなえー、いきますよブチラジネームスカイラブホリケーン <laughs> なんかもう、ここなんだよな <laughs> スカイチョウっていうの、ん、がもうここでチョウって呼んだけども<う> <laughs> いきますよこちら自体もスカイラブホリケーンね <laughs> いきますよ、うん、井口さん曲がったことが大嫌いな人 <laughs> こんにちは <laughs> <laughs> すやらだ太蔵さんじゃねえわ俺おーまあまあそういうことですよあのしかもあのネタのああでも一応これはあの当時の 全然出ててき結局笑笑うう犬犬かかよくやってましたけど誰がネプチューンの原田泰造さんで葉っぱ隊に加入してやったやったしたろかていうのがありますけど人気でしたからねなんでブチラジネームとこのお題という内容をかけてくるってこいつらブチラジネーム左から3番目をください井口さん行本さんおはようギョざいます魚かなかお前おぴったりいきましょうこれですブチラジネームネギ坊主 井口さん河本さん河本さんこんにちはこんにちは声が遅れて聞こえとるわお前いや違うよささやき女将からですからね声遅れて聞こえてなかったのね声遅れて聞こえたんだああそうかそうかちょっとまあ表現方法の問題かと思ったの表現方法の問題もあるかうんやんばり僕のせいにしてますすぐ人のぶち出しゲーム「トリラ族」いきますよはい り口さん、こ本さん、倍率ど <laughs> ん何だ昔のテレビだらどうせもう、昔のテレビだらどうせ一応えのやり口はね <laughs> <laughs> 正解は、えー、原平さんに全部って、それは去年のクイズダービーだようしししししっし,っし,っしっこうちゃん久しぶり一応注射買って、こうちゃん久しぶりとは セミリタイヤしテレビ出演を控えた大橋巨船が一年に一度「何でも鑑定団」に出演した時 <laughs> 司会の石坂浩二さんに対して発せられる決め台詞であるあ<ー>まあこの辺まあそこはまあギリ分かるけど <laughs> けどこれを <laughs> クイズダービーもギリじゃけど伝説の番組として知ってるぐらいですけどね、うん、えー、一応じゃし次の宿題はいえええ宿題ですからね、はい、井口さん堂本剛さんこんばんは とということになっておりますのでね<ー>、えー、考えておいてくださいはい、えー、以上河本太の挨拶突っツッコミでしたえい、ー、きましょうか次のコーナーはエンディングいきましょうかはい、えー、エンディングにいきますええぶちやじゃあ YouTube とポッドキャストで配信しています <laughs> ぼーっとしとった <laughs> ぼーっとすべ <laughs> てのコーナーへのトークはこの動画の詳細欄の URL からホームへ入力してくださいステッカー、はい、T シャツを希望する方は受賞してもらわせずに書いてください、はいえー、オープニングでも言いましたが、えー、この単独ライブが7月21日22日にありますんですぜひ会場に来てみてください、はい、そして、えー、7月1516その前になりますけど、はい、K−PRO さんのライブで名古屋と大阪に行かせていただきますんで、はい、お近くの方はそちらもお願いします そしてですね16日は三代澤さんのラジオに出させていただきますしこれは緊張するね <laughs> すごい言うなまあ確かに大物ですからねいや緊張するよだって本当に緊張しますね、うんえー、そして29日7月29日はウエストランドのラジオランド、えーはい、こちら番組やらせていただきますんでやた、えー、こちらも楽しみにしておいてくださいえ、これはもうこのクルーは連れてってもいいんですか ダメなんだよ全員あ,のあっちの ABC ラジオの方だから<ー>確かに緊張するなうんまたな声小そうなるね小せんだよな喉が閉まった放送になるかどうか、うん、がっかりするだろうな ABC 放送の人もそのラジオの人ももしかしたらこのブチダチとか聞いてくださってて<ー>面白いなと思ってるかもしれないですけど、うん、こうも違うかっていうその ままたまたと思いながらほんとにちっちゃい声もちっちゃいしほんとになりますからね言う可能性もありますからね、はいえー、ただそちらを楽しみにしておいてください、えー、ウエストランドのブチラジ今週はここまでまた来週さよならありがとうございましたー毎週木曜夜8時はウエストランドのブチラジーチャンネル登録お願いします